はい、今日もあなたと百姓天国。はい、本日は1月2日。はいはい。はいはい。日が昇ってきましたね。日が当たると結構暖かいね。はい、刃物畑来ましたね。さあ、ターサイとほうれん草か。ね。を取ればいいのかな。ターサイを。よいしょ。ほうれん草、ターサイ、ほうれん草はどこ？こっちか。はい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 。このビタミンは1個も出してないね。結構でもやっぱりこの寒さでも虫食われてるよね。はい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 。ターサイは山ほどあるよ。山ほどありますな。まあしかしね、本当に昔はよく作ったよね。まだ俺も現役ではありますが、すでに第一線を退いてる感じなのでね。できるだけ大きいのを選びたいかな。静かだね。今日はいつにも増して静かだね。なんだろう、こう眠っているって感じだよね、街がね。寒さにこうやって当たってね、張り付いてていい感じですよね、ターサイがね。ほらね、うまそうやね。ブーメランの犬飛んでくね。よし、よし。あ、今日もいい天気だよこれ。いい天気だこれ。今日お参りとか行ったら気持ちいいだろうね、神社でね。私1月はね、基本的にあの神社仏閣、その大きいところは近づかないようにしてるんですよ。人多いじゃないですか。なのでね、伊勢神宮ももちろんあの行くんですけど、1月の終わりぐらいですよね。もうなんか人が少ない時に行きたいのでね。人が多いと本当にもう大変ですからね。これちょっとちっちゃかったね。
さあ今年は皆さんどんな年にされますかね。まあ我が農園はね3年目に入ってきてね、まあまあようやくこう落ち着いてきてる感じですよね。まあ本当にいろいろありましたからね、この3、4年はね。まあバタバタしてましたからね、しょうがないんですけどもね、そういうふうに動いてますから自業自得なわけですが、ね、農業って本来そうやってねバタバタ動きながらやるもんじゃないので、まあそういう意味でもこうこれをね乗り越えたっていうと、まだ乗り越えてはないんですけど、これがどんな形でねこうこれからねランディング着陸着地点を見出していくのかっていうのはね、私自身もまだ分かってない部分があるというかね、自分でほらイメージした通りにならないわけじゃないですか。要はね人生もそうだしね、自分がこうしたいと思ってもそうならないことの方が多いわけじゃないですか、人生っていうのはね。なのでこれからだってね、自分がこうやってようやく落ち着いてきたっつったって、自分がじゃあこれからね、10年計画でこういうことやろうと思ったってそうはいかないですよね、多分ね。そんなにことはうまく運ばないわけですよ、なんだってそうですけど。この始めた農業講座もねどうなるか分かんないし、途中でもうめんどくさくてやめたってなるかもしれないしね、営農しながらねそれをやるってね簡単ではないわけですよね。ほうれん草を取りますか、大きいところから取りましょう。この辺大きいかね、そっちのこの辺ぐらいか、こっちの奥は缶詰ね。缶詰やっぱりあれだね、こっちは草が多いからなんかやっぱちょっと姿が違うね。やっぱりこう全然こう私が知ってる缶詰とはこう雰囲気が違うもんね。面白いよね、この辺は本当に面白いなって思うね。いやちょっと小さかったな、思ったよりちょっと小さかったね、ほうれん草ね。まあまあでもね大丈夫でしょう。ほうれん草も量はいっぱいあるのでね、葉物専業だったらこれあっという間になくなると思うんですけどね。さあ今日から新しいね出荷場なのでね、どんな感じになるかやってみないとねちょいとわからないですけど、よく考えたら水道があるんですけど、ホースを取り付けてないので前のところで洗って持っていくしかないですね。へへ、ちょっとはもうちょっと大きくてもいいですけどね、ちょっと小さかったですね。もうちょっと真ん中あの辺か、この辺どうだ。やっぱりこっちは暖かいからね、1月になっても全然なんか缶詰って感じじゃないよね。去年ほうれん草全然ねできなかったんでよく分からなかったんですけど、なるほどね、こっちは本当にあったかいから缶詰が缶詰にならない感じですよね。多分ここから1月一番ね冷えるんだと思うのでそこで期待ですよ。でも1ヶ月しか冷えないからな、そう思うとやっぱり缶詰ほうれん草もあんまり出来が良くないんだろうね、この辺はねやっぱり北関東には勝てないですよね。まあね栃木に行った時にね、まあほうれん草がすごいよね。
逆にちょっと栃木の北の方って本当に寒いからね。僕からするともう東北と変わらないですよ。東北の人から言わせればね、栃木なんかまだ暖かいよって話になるんでしょうけど、まあそういう意味では日本ってね、こうやって南北に長いからね、北と南と北海道と沖縄ってやっぱすごいよね、そう思うとね。沖縄2回ぐらい行った、北海道2回ぐらい行ったけど、僕沖縄行ったことないですけど、南の島ってね、やっぱりね、危険ですよ。僕みたいなこう百姓にはね、何が危険って、もう、あ、なんていい、あんな綺麗な海見てね、ほいで帰って畑仕事やろうって思うのかって話になるわけですよね。ならない気がするもんね。特にハワイなんか行った日にゃ どうすんのっていうね。帰ってこんな泥にまみれて畑やんのって、そういう気にならなかったらね、そういう意味で俺はまあ全く自分を信用してないんですけど。だって見ちゃったんだもん、こんな綺麗なマリンブルーの海を見ちゃったんだもん、もう帰らないよ僕は、みたいなことをね、言い出しかねない自分がいるというね、この年になってね。すいませんと、お客様、皆様ね、百姓農園これからサーファーになりますっつってさ、沖縄に住んでこれからサーファーになりますって、ある日突然ボードにも乗れない素人サーフィンを配信する、はい、今日もあなたと百姓天国って言いながら、今日もいい波ですねとか、どうしちゃったんだこの人っていうね、サーフィンやってるよって、百姓の上どうしたんだと、お前百姓の分際で波乗ってていいのかと。それは面白いね。今日もあなたと百姓行きって言って、今日はいい波が来てます、はい、今日は最高ですとか言いながらね、な波乗りをしてるっていう、どうですかそれ、面白いかもね。ある日突然動画が、海が、今日から海です。海しか映りません、畑はもう二度と映りませんみたいなね、それいいよね。それ面白いね。やっぱり1月入ってね、このほうれん草のこの姿ってやっぱり今までやっぱあんまり見たことないね。全然あったかいよ、ね、全然寒さにやられてる感じがないもんね。寒さにやられてほうれん草はね、甘みが乗ってくわけだけど、まだまだ全然なんか淡い感じだよね。もうちょっと置いてもよかったぐらいだけど、葉物がね、この隣のこのカツオナとかがね、お客さんがね、まあ、葉物同じやつが続くと飽きてきたりするのでね、そういうことないようにね、こんなもんでいいか、とりあえずちょっと少ないかな。意外とねかさばるんですけど、量としては少ないんだよね、ほうれん草ってね。まあいいや、これだって本当になんかサラダで食べられるよね、この西洋ほうれん草ね。もちろん寒いからある程度美味しいと思うんで大丈夫だと思うんですけどね。ちょっとこうやって触ってみるとね、本当にもう自分が持ってたものとはちょっとこう違うね。ほうれん草でも本当に、まあ今年は特に11月がこの120年で一番暑かったって言ってるわけだから、来年以降はね、ちょっともうちょっと冷えると思うので大丈夫だと思うんですけどね。この感じ、このイメージだと俺が知ってる缶詰ほうれん草にはならないし、あったかいからやっぱ草が生えてくるでしょ。これで一回サクッとあるんだけど、ダメだね、やっぱりこう缶詰はどうしても生育が遅い分だけ間にこうやって草が生えてきちゃうから、もう一回サクらなきゃいけなかったって話だよね。いやー厳しいな、ちょっとだからこの辺は来年はちょっと考えましょうね。場合によってはもうこの西洋ほうれん草こっちだけでね、もうこれでね、これだったらある程度こうやって大きくなるので草も抑えられるんですけど、缶詰はね、草にまみれるね、ここは
だから三重県では缶詰ほうれん草はなしとね。で西洋ほうれん草のみでいくというのも一つの手だなと思いますね。わざわざそんな無理くりね、このなんていうか地域とその季節に合ってない野菜を作るわけにいかないんでね。はい、よいしょ。作ってみて初めてわかるね。よいしょ。あとレッドマスタードね、今日は葉物ね。今日は大根が3種類入りますから、今日はちょっとね正月ということで根菜類をちょっとね大根を多めにしようかと思っておりますね。めったにしか作らない小松菜、これで秋冬は2回目ですね、小松菜ね。はい、これが2月ぐらいになったら出せそうね。はい、美味しそうねこれね。うん、小松菜は草になんか負けないね。こうやってほら草を抑えながら出てくるでしょね。この辺、これが晩生の水菜、みぶな、この辺はねサクってないんだけど、これもなんとか出せそうだけど、はい、この隣のこの缶詰ほうれん草、はい、これ多分ね出せないね。はい、ちょっとね様子見でね作ってみたんですけど、うん、なるほどね。うん、水菜、みぶな、小松菜はいけそうだけどね、この辺晩生の品種ね、2月になったら出そうかと思います。この辺は大丈夫そうですね。はいはい、ということでね、やっぱり作ってみないと分かんないよね。うん、何でもそうですけど野菜はね、その土地その時のその気候ね、などなどがあるもんですからね。はいはい、鳥がピーチパーチク鳴いておりますが、ということで葉物をね、ターサイとほうれん草ね、久々のほうれん草をね、まあ出そうと思ったらまだずっと出せるんですけど、ということで収穫している百姓農園の動画でございました。ターサイはバンバンでございますね、バリバリでございます。美味しそうね。はいはい、それではまた。